千成病棟前です。アガンセさんに取材中です。あ、はい、どうぞ先に。はい、取材中です。新しくね、店舗ができるんで、とんかつとしゃぶしゃぶの2店舗ができます。でね、伏せの和願瀬さんところじゃん。仕入れてから2、3日ちょっと熟成をさせるんですけど、その熟成っていうのがその肉に余分な水分が、何パーセントかあるんで、その肉水分を取るために2、3日あのタオルに包んだ状態で冷蔵庫に入れて、あの寝かせるんです。ね、東京タワーまで見えるわ。伏せのトトメン園に来ました。なんかね、ラーメンサーキットっていう、大阪一円でやってる、ラーメンスタンプラリーみたいな、パスポートみたいなんですね、にトトメン園も入ってるんで、ちょっとどんな感じなのか見ていきます。なんかチャーシュー2枚トッピングらしいんで、各店舗、その店舗に応じたサービスを受けられるっていうラーメンサーキットです。あ、すでに並んでる、並ぼう。トトメン園ね、人気ですよね。おお、ちょっと並んでいきます。多分飲食中は結構マスクとかみんなしとかないといけないので、無言で食べると思います。レオナルド・ダ・ヴィンチのモナーリーさん、あとジェーヌ・ドラクロワの民衆を導く自由の女神、ありますね、ありますよ。ドラゴン・アッシュのゴールドプレイ の、ね、あのジャケットだ、そうだそうだなんてね、テンションが上がります。で、このドラクロワなんですけれども、民衆を導く自由の女神、これはね、 CD ジャケット以外に歴史の教科書で見た方も多いんじゃないでしょうか。フランスロマン主義の巨匠ドラクロワが1830年のフランス7月革命に立ち上がった人民の姿を描いた作品ですが、この絵の中でシルクハット帽をかぶり銃を手にしているのはドラクロワ本人であるとも言われています。で、拡大してよりで見ることもできますよ。あとね、ギリシャ彫刻サモトラゲのニケとありますね。閉館中のルーブル美術館で行われたルイ・ヴィトンの2021年秋冬コレクション、以前番組でもご紹介しましたが、ショーのラストで映し出されたのがこのサモトラケのニケの像でした。ね、紀元前190年頃の海での戦いに勝ったことを記念して、有明です。ありがとうございます。左側がインドカレー、赤っぽい方が右側です、ね、はい、ありがとうございます。うわ、すげえ、有明ですよ、林ですよ、やばいですよ、いや、やばい、中へこさらないですよね。ごちそうさまでした。あの撮影 NG の箇所あれば言っていただければ。丸八ができてきてる。もうなんか中も
内装工事に入ってる感じです。あ、すごいすごい。え、13日9時オープンらしいです。これはなんかの下に貼り付けられてるのは多分パート募集の、紙にの上に、オープン日を貼り付けている。13日ってことは木曜日の朝9時オープン。おー、いかんと。ここね、あの新しくできる若い岩田の泉屋の跡地の横、あ、泉屋の元駐車場のところ208ができる。こっちは、不動産やから、あのあれ、マンションが新しくできますね。で、向こうにはウェルシアなんで、この辺雨竜道がめっちゃ充実してくるっていう。で、向こうにはニトリがあるから、見えるかな、ニトリから。なかなかこの辺のマンション群一帯が活気づきますね。丸八はめっちゃ嬉しい。早く来えへんかな、もう言ってる間です。車内ではマスクを着用し、会話、通話、飲食は満了いただきますようお客様のご理解、ご協力をお願いいたします。